こんにちは、全経営コーナーです。こんばんは。今日は2021年6月30日、6月最後であり、2021年の前半が終わる日ですね。早いですね。2021年もあと半分しか残ってないってことですけども、全経 AI フォーラムです。こんばんは。わかったわかったと。で、一番の収穫っていうかですね、1年かかって気がついたのは、日本語でも結構これ使えるやんと、もうこのまんまで、と思ってですね、これはよっしゃ、いろいろ実験してみたいなと思いました。思いましたが、ウェブサイト行くとですね、お金がかかるようです。で、今、ベータ版で、フリートライアルを申請したので、フリートライアルの範囲内で自由にタダで使えるんですけども、システムとしては、18ドル分クレジットがついていて、それが11月1日まで18ドル分使えるよっていう範囲内で、実際に使ってるアカウントが設定されたっていうことですね。18ドル分しか使えないのか。10月まで。でね、どれぐらいお金取るんだろうっていうのを、ざーっと見ると、文字っていうか、このシステム自体は、トークンって呼ばれる、まあ、文字を、数値化してる単位があって、ワードとは完璧に1対1じゃない、トークンっていう単位で測ってるんですけども、1000トークンを、処理すると、ダヴィンチっていう一番高性能のモデルだと6000と。1000トークンで6000と。だから大雑把に言えば1000文字。大雑把に言うと。1000文字で6000と。っていうぐらいの値段の雰囲気らしいですね。で、実際に今僕がガシャガシャガシャってこう5回かもうちょっとここスクショ取ってないものも含めて10回いかないぐらい使った、結果、いくら課金されたかというとですね、4000と課金されてる。だからこれは高いと読むのか安いと読むのかは、ちょっと僕には判断つかないですけども、これぐらいの範囲の、ことなんだな、思ってます。もうちょっと、遊んでみようかなと思ってます。で、ニュースにも出てましたが、この OpenAI は、GPT-3 のライセンスをマイクロソフトに独占的に渡したみたいなニュースが出てきました。で、実際にこのサイトも見てみるとですね、Powered by Microsoft Azure って、まあこのシステム自体が、Azure で構成されてるっていうクレジットなんでしょうけども、実際に API でしか提供されてないモデルで、Microsoft さんに独占的に使えるようにっていうような、立て付けで、構成されてんやなっていうふうに、思いました。そうなってますね。で、実際にこのサイトに行くとですね、ドキュメントも細かく書いてあるし、エグザンプルってどういうことができるのかみたいなことが、いろいろエグザンプルが示されています。今、テストでやったのは、入力を入れて、出力を生成しなさいっていうタイプのやつでやりましたけども、それを使ってチャットの自動応答を作ることもできるし、Q&A みたいなものを作ることもできるし、グラマーコレクション、なんか入力のテキストをやって間違いを探すとかもできるのかな。一番右下のやつ、英語からフランス語への翻訳っていうのはさっき、説明のところでしたような話もできると。で、分類ですね。このテキストは、ユーザーさんは怒ってるのか、喜んでるのか、判断しなさいみたいなこともできるよとか、NLP のいろんなことはですね、今のフレームワークで結構できるよっていうのがいろいろ網羅されてます。ので、これを、まあ一つ一つやっていけば、それなりに面白いのかなと。18ドルが、そこを尽きない範囲でですね、いろいろ模索してみようかなと思ってます。